ットさん、何ですか？ティム先生、2時にミーティングがありますよ。あ、そうですか。何ですか？2時にもう一つミーティングがありますよ。ミーティングがもう一つ？ちょっと待ってください。何ですか？ダメですよ。2時からミーティングが2つもあります。ティム先生、違いますよ。ミーティングは3つですよ。起立。で、皆さん、おはようございます。おはようございます。着席。 That's how Japanese begin every class. When the teacher walks in, they are standing at attention, greeting and bowing, and sitting down back at their desks, which are all arranged in straight rows. Seem strange? Not really. It's just another routine of the school day in Japan.Today we have an invitation to visit a Japanese school. 今日は日本の学校を一緒に見ますよ。Before we take our guided tour of a Japanese school, let's see how much you can tell Japanese people about your own school routine. I'll name a school subject, and you say what you would take to that class. いいですか？はい。はい。じゃあ皆さん、数学はどれですか？これです。あ、それですね。はい。じゃあ次は歴史はどれですか？これです。あ、はい、それですね。次は地理。これです。あ、はい、それですね。じゃあ次は音楽。これです。はい、それですね。じゃあ次の科目は美術。これです。はい、それですね。それから体育。これです。ああ、はい、それですね。じゃあ皆さん、この学校のスケジュールを見てください。One of the things you'll notice about a Japanese class schedule is that subjects vary from day to day, Mondays through Saturdays. One day you'll have history during fifth period, the next day you'll have it during second period, and the next day you won't have it at all. Saturdays are shorter days, and schools break before lunch. There are usually 6 classes in a day. First period is called... Bashiba-san, 何ですか？1時間目。そうです。1時間目です。2時間目です。皆さん、一緒にどうぞ。3時間目です。そう。4時間目です。はい。5時間目です。はい。6時間目です。はい。6時間目です。じゃあ、月曜日を見てください。1時間目は何の授業ですか？スーズンさん。数学？そうです。1時間目は数学ですね。じゃあ、歴史は何時間目ですか？キース君。6時間目です。はい、6時間目です。じゃあ皆さん、今から日本の高校生を見てください。今日何の授業がありますか？皆さん、はじめまして。山川健太です。17歳です。高校2年生です。今日は月曜日。月曜日が一番嫌いです。
1時間目は数学、それから2時間目は英語、3時間目は地理、4時間目は体育。体育が一番好きです。それから5時間目は音楽、6時間目は歴史、一番つまらない科目です。あ、8時、僕の学校は8時半に始まります。じゃあ行ってきます。健太くんの学校は8時半に始まります。ん？皆さん何時ですか？8時半です。はい、8時半です。スズさん、これを読んでください。始まります。はい、始まります。8時半に始まります。学校は8時半に始まります。 Does 始まります sound like any other Japanese word you've learned? はじめまして。おお、そうですね。はじめまして。はじめまして is what you say when you meet someone for the first time, when you begin a relationship. はじまります or its plain form, はじまる means it begins. じゃあ、スズンさん。スズンさんの大学の授業は何時に始まりますか？8時半に始まります。ああ、大学の授業も朝8時半に始まりますか。じゃあ私たちのいらっしゃいは朝何時に始まりますか？テレビガイド、テレビガイド、あ、テレビガイド。じゃあパルソン君、いらっしゃいは何時に始まりますか？7時半に始まります。ああ、7時半に始まりますね。ん？あ、ピース君、何時ですか？3時10分です。はい、3時10分です。バシバさん、これを読んでください。終わります。はい、終わります。学校は3時10分に終わります。You've heard 終わり before. 終わりです。終わり is a noun. The end. 終わります。Or its plain form, 終わる is a verb. End. Or finish. じゃあ、もう一度学校のスケジュールを見てください。パルソン君、1時間目は何時に終わりますか？9時10分に終わります。9時10分？いや、すみません、9時20分に終わります。はい、9時20分に終わりますね。じゃあスーズンさん、2時間目は何時に始まりますか？9時半に始まります。はい、9時半に始まります。じゃあ皆さん、休みは何分ですか？10分です。はい、10分ですね。9時20分から9時半まで休み時間です。休み時間は長いですね。じゃあ皆さん、今から健太くんの学校を一緒に見ましょう。健太くんは今から学校に行きますよ。どうぞ。ここが僕の学校です。大きい学校です。学生は1300人います。ここは僕の教室です。
クラスは41人です。1時間目は数学の授業です。数学はちょっと難しいです。2時間目は英語。3時間目は地理。4時間目は体育の授業です。体育は僕の一番好きな科目です。ここは体育館です。今日は体育館で授業をします。次はお昼の時間です。ここは食堂です。僕は毎日食堂で友達とお昼を食べます。これが学校で一番楽しい時間です。授業は3時10分に終わります。でも、まだうちに帰りません。掃除をします。それからクラブがあります。僕の一日は長いです。日本の学校とアメリカの学校はちょっと違いますね。The word 違います or 違う can mean it's wrong or it's different.Japanese and American schools have differences, but there's nothing wrong with that. 日本の学校とアメリカの学校はちょっと違います。Did you notice any differences? Keith-kun. They have to wear uniforms. They have uniforms, that's right. Any others? Patterson-kun. They have to clean up the school. そうです。掃除をします。日本の学生は学校の掃除をします。In Japan, it's the student's responsibility to clean the school. Classes take turn for cleaning duty and clean the entire school every day. 教室の掃除、トイレの掃除もありますよ。じゃあ、もう一度日本の学校を見てください。ここは健太君の学校です。それからここはパルスン君、読んでください。教室。はい、教室です。教室で授業をしますね。ここはキース君、どうぞ。体育館です。はい、体育館です。図書館です。体育館。です。それからここはスーズンさんどうぞ。食堂。はい、食堂です。じゃあ皆さん、Let's talk about where you like to do things。バシバさん、どこでバレーボールをしますか？体育館でします。そうです。体育館でします。じゃあスーズンさん。どこで昼ご飯を食べますか？食堂でします。食堂で食べます。食べます。はい。食堂で食べます。じゃあ、キース君、どこで授業をしますか？教室でします。そうです。教室でします。じゃあ、パルソン君、どこに本がたくさんありますか？図書館に本がたくさんあります。そうですね。図書館にあります。じゃあ、バシーバさん、どこで宿題をしますか？うちでします。そうですね。うちでします。じゃあ、スーズンさん、どこで友達と話しますか？食堂で話します。パルソン君、昼休みは何時に始まりますか？12時に始まります。あ、そうですね。12時に始まります。もうお昼ですね。じゃあ、キース君、どこでお昼を食べますか？食堂で食べます。ああ、食堂で食べますね。じゃあ、授業は終わりです。さようなら。ペコペコです。じゃあ皆さん、食堂に行きましょう。はい、行きましょう。漢字の時間です。
Today's kanji are learning and school building. How does this look like learning, you may ask? Well, the ancient Chinese thought learning looked like a pair of hands handing down knowledge, represented by two X's, to a child under a roof. And they wrote that this way. In its modern form, the hands and the knowledge are just three strokes, but you can still see the roof and the child. This kanji by itself is pronounced gaku. It's also the first kanji in gakko, learning, school building. The ko of gakko is written this way. It means school building. How does this mean school building? Well, many kanji are made up of two or more kanji put together. This kanji is made up of two separate kanji. The kanji for tree, which you've learned, and a kanji you haven't learned, meaning mix or exchange, which comes from a picture of a tree and a person whose legs are crossed and mixed up. In kanji, a tree often stands for building because buildings were always made from trees. In school buildings, ideas are mixed up or exchanged. Originally, the kanji looked something like this. Gakko no ko. じゃあ皆さん一緒に漢字を読みましょう。今日はパルスン君が漢字を読みます。パルスン君いいですか？はい。はい。じゃあ今日の漢字です。パルスン君どうぞ。学校です。はい。学校です。この漢字は学校と読みます。パルスン君、学校はどこですか？ジョージアステート大学です。ああ、ジョージアステート大学ですね。はい、じゃあこれはどうですか？読んでください。中学。中学校。中学校です。はい、中学校です。中学校ですね。じゃあこれは？高校。はい、高校です。じゃあもう一度。どうぞ。学校です。はい、学校です。じゃあこれはどうですか？ What's the first 漢字？ち。ち、はい。The ち of 小さい、which means small. But in this case, it doesn't mean a small school. この学校はこれです。パルスン君、わかりますか？修学。見え。小すみません、小学校。はい、小学校です。Another way to read the kanji for small is 小。小学校。それから、これはどんな学校ですか？ What's the first kanji? The O of 大きい。That's right. The O of 大きい, which means big, but in this case it doesn't mean a big school. It means great learning.この学校はここです。パルスン君、わかりますか？はい、大学です。はい、そうです。大学です。Another way to read the kanji for big is 大, as in 大学。じゃあ、これを読んでください。大学が、何ですか？ What's after? O.What's after that second big kanji? 好き。好きです。大好きじゃないです。大。大好きです。はい、もう一度どうぞ。大学が大好きです。はい、大学が大好きです。パルスン君、パルスン君は大学が大好きですか？はい、大好きです。あ、そうですか。はい、パルスン君、よくできました。さようなら。こんにちは。こんにちは。お名前は？斉藤です。ああ、斉藤さんです。斉藤さんはどちらからですか？日本の群馬県からです。
Ah, 群馬県からですか。群馬 prefecture。群馬県は東京の北にありますね。はい。じゃあ、お仕事は？はい、アトランタの日本総領事館で仕事をしています。Oh, he works for the Japanese consulate in Atlanta. じゃあ、皆さん、今から斉藤さんに質問をしましょう。私は中国語ができますけど、斉藤さんはどうですか？じゃあ、キース君、斉藤さんに聞いてください。斉藤さんは何語ができますか？はい、中国語ができます。あ、斉藤さんも中国語ができますか？そうですか。私は中国で中国語の勉強をしましたけど、斉藤さんはどうでしょう？じゃあ、バシバさん、斉藤さんに聞いてください。斉藤さん、どこで勉強をしましたか？はい、自分で勉強しました。自分で勉強しましたか？自分で。That means he studied by himself. By yourself は日本語で自分でと言います。すごいですね。斉藤さんは自分で勉強しましたか？じゃあまた質問しましょう。私は2年間勉強しましたけど、斉藤さんはどうでしょう？じゃあスーザンさん、斉藤さんに聞いてください。斉藤さんはどれくらい勉強しましたか？3年間勉強しました。ああ、そうですか。3年間勉強しましたか。皆さん、中国語はできませんね。全然できませんね。じゃあ今から学生が中国語の質問をします。いいですか？はい、はい、じゃあ誰か中国語の質問がありますか？はい、はい、パラソン君どうぞ。教えてください。私はアメリカ人です。は中国語で何と言いますか？我是美国人。パルスン君、わかりましたか？もっとゆっくり言ってください。我是美国人。Today on Irasshai, we learned how to talk about school schedules. 皆さん、一緒にどうぞ。3時間目です。そう。4時間目です。はい。5時間目です。はい。6時間目です。はい。6時間目です。じゃあ月曜日を見てください。1時間目は何の授業ですか？スーズンさん。数学？そうです。1時間目は数学ですね。じゃあ歴史は何時間目ですか？キース君。6時間目です。はい、6時間目です。じゃあスーズンさん。スーズンさんの大学の授業は何時に始まりますか？8時半に始まります。ああ、大学の授業も朝8時半に始まりますか。ハルスン君、1時間目は何時に終わりますか？9時10分に終わります。9時10分？いや、すみません。9時20分に終わります。はい、9時20分に終わりますね。And we learned how to talk about daily school life. 日本の学校とアメリカの学校はちょっと違います。Did you notice any differences? はい、キース君。They have to wear uniforms. They have uniforms, that's right. Any others? タリスン君。They have to clean up the school. そうです。掃除をします。日本の学生は学校の掃除をします。バシーバさん、どこで宿題をしますか？うちでします。そうですね。うちでします。じゃあ、スーズンさん、どこで友達と話しますか？食堂で話します。We certainly learned a lot about school schedules today and some of the differences between school in America and Japan.
And with all your new vocabulary, you can tell everyone about your schedule. 私の仕事は6時に終わります。今日の授業は終わりです。じゃあ皆さん、さようなら。キム先生、7時にミーティングがありますよ。え？ 7 時？ダメですよ。仕事は6時に終わります。10時にもミーティングがありますか？